ばんは、マキです。本日も、オンラインショップに紹介する商品をご紹介いたします。本日は7月の11日の日曜日夜21時にアップされる商品を紹介します。詳しくは下の概要欄に貼ってありますので、そちらの方チェックしてください。すみません、挨拶遅れてしまったんですけれども、YouTube のチャンネル登録者数が1万人達成したということで、日頃の皆様のご愛好のあれでありがとうございます。引き続きですね、今日の動画いいなと思ったらいいねボタン、なんかちょっと今日いまいちだなと思ってもいいねボタンお願いいたします。早速今日の商品紹介していきたいと思います。お願いします。まず T シャツからいっちゃいます。こちらですね、80年代頃のクレイジーシャツですね、のハワイバージョン。クレイジーシャツでこのタグ珍しいと思います。 XL 表記ですね。でこちらラバープリントでですね、一周こうやって入るタイプですね。ボーダーみたいな感じで入るタイプで、でちょっとところどころペンキ汚れのようなものはありますが、そこまで目立たないかなと思いますね。あと後ろピンホール入ってますね。 XL 表記ではあるんですが、こちら80年代頃のものなのでちょっと気持ち縮め出ていますが、身幅はしっかりありますね。ボックスシルエットといった形です。こちらの T シャツお値段が6800円の消費税です。続いてこちらもハワイシリーズですね。こちらはステッドマン、ハイクルステッドマンの XL 表記ですね。綿100です。でこちらナンバリング T シャツですね。ハワイ75と入ってます。こんな感じですね。ところどころこちらもペンキ汚れやちょっとシミ汚れのようなものはあるんですけれども、そこまでこちらも気にならないかなと思います。こちら XL 表記で多少縮め出ていて L くらいになってますね。僕ちょっとゆったりしたサイズ感で着用できるくらいです。こちらのナンバリング T シャツお値段が6800円と消費税ですね。続いてこちら無地 T シャツです。こちらデッドストックになりますね。鬼棚でデッドストックでトリプル XL 大きめですね。黒ボディって生地がちょっと死んでいて、ピリって伸ばしたら火星分解していることあるんですけれども、これはしっかりアメリカでガッツリ伸ばしてきて買ってきているので問題ないですね。あなたも全然着用できると思います。トリプル XL 僕だと大きいんですが、女性の方などタックインしてもいいんじゃないですかね。大きめでもいいですし、こちらの無地 T、 黒無地 T がお値段6800円と消費税です。続いてこちらバーバラ・クルーガーの T シャツですね。こちら、フルーツオブザルームの90年代2枚丈ですね。ちょうどアメリカからホンジュラス、メキシコかな、メキシコに移ったあたり、ドミニカですかね、に移り変わったというのは90年代後半のボディですね。ダブルステッチで下もダブルステッチ、バーバラ・クルーガーのフォトはなかなか見ないんじゃないですかね。コピーライトもしっかり入って、ポートフォリオのコピーライトがあります。93年のコピーライトありますね。ところどころやっぱりこういったペンキ飛びなどありますが、これかなり雰囲気いいと思います。バーバル・クルーがポトー出ないですよね。僕でちょっと緩めのサイズ感です。かなりジュアルサイズだと思います。こちらですね、バーバル・クルーが T シャツお値段3万9300円に消費税になります。続いてこちらムービー T シャツですね。こちらスパイダーマン3のものになります。監督サムライミですね。サムライミ監督の時のもので、こちらオリジナルのタグがつきますね。まあ、当時映画館の物販みたいな感じで売られてたものだと思います。まあ、プロモーション用のものですね。サイズ表記がないんですけれども、おそらく XL 以上ありますね。僕だと大きいです。ここら辺2007年の公開の映画なんですけれども、最近ダークナイトのジョーカーとか、あれも2007、8年の映画なんですけれども、そこら辺の DC だったりマーベルの当時のオリジナルの映画もの値段絶対上がってくると思うので、ちょっと分かりにくいんですけれども、ちょっと発泡プリントみたいな感じになってますね。ちょっと 3D っぽくなってます。プリントがかなりかっこいいと思いますよ。裏面無地ですね。ここら辺の2000年代の映画絶対値段上がってくると思うので、ぜひね、値段がそこまで上がる前に集めてほしいと思います。お値段9800円と消費税です。続いてこちらシャンブレーシャツになりますね。こちらマンハッタンのタグでエアフォースブルーと書いてあります。サイズ表記がちょっと分かりにくいんですが、おそらく15ですね。15と刻印が入ってます。15、まあ、年代でいうと60年代のものですね。こちら街はつかないタイプになりますね。僕でちょうどいいサイズ感です。やっぱ着丈も長すぎないで着やすいと思います。バランスよく着れる1枚なんじゃないでしょうか。こちらでお値段が7800円と消費税です。続いて寝るシャツですね。こちらは80年代から90年代にかけてのものだと思いますね。
こちらのブランドで配色かなりいいと思います。白ボディに薄ピンクと黒っていう極上配色です。まあやっぱりビッグマックだったりファイブブラザーが目立ちますが、ここら辺のコアなブランド集めてみるのも面白いと思いますよ。袖口ちょっとスレッドあるんですけれども、寝るシャツはこんくらいがかっこいいんじゃないですかね。もう本当に海上がりにさらっと、僕だったらこれも T シャツに地肌に着ちゃおうかなくらいなテンションでもいいと思いますよ。かなり高配色、白黒ピンク、お値段が6800円と初期制です。続いてこちらは何台どんくらいかな、シアーズですね。シアーズトールサイズのプリントネルになりますね。こちらがサイズが16ハーフ L 表記のトールサイズですね。年代は 70s から80年代にかけてですね。僕だとやっぱ着丈が気持ち長いですが、どうでしょうか、サイズアウトがどういいんじゃないですか。かなりグラデーションも綺麗で、ちょっと若干オンブレっぽいですよね。ここら辺、しかもボタンもいいですね。黒のサラボタンって感じですかね。いいと思います。ここら辺のライトネル集めてみるの面白いと思いますよ。これアメリカ製ですけれども、台湾製だったりとか、あのコリア製、かなりシレットが綺麗なんで、あの配色もいいです。ここら辺の年代のプリネル集めてみると面白いと思いますよ。お値段が6800円と消費税です。続いてこちらラルフローレンのリネンですかね。 100% リネンの M 表記のボタンダウンですね。ボタンダウンで、こちら赤のスモールポニー。ここら辺のラルフローレンね、あれなんですよ、サイズがかなり大きいんですよ。これミディアムでも全然、僕でちょっと緩いくらいのサイズ感、気持ち着丈が長いくらいですね。リネンはやっぱりその今の時期だと使いやすいんじゃないですかね。女性の方などもいかがでしょうか。こちらで6800円と消費税です。それでこれも同じですかね。こちらもリネンじゃないですか。これもリネンですね。 100% リネンのこちらは L 表記になります。これいいですね。スカイブルーのような色合いで3点止めになります。フリー60年代のディテールですね。あれ、あ、これいい。これポケ付きっすね。これポケ付き珍しいですよ。ビッグポロみたいな形です。ビッグポロじゃない、ビッグシャツだ。ビッグシャツみたいな感じですね。ポケ付きです。 L 表記なので気持ち大きいですが、女性の方など大きめに羽織っていただけたら可愛らしく着れるんじゃないですかね。コンディションもかなりいいと思います。お値段こちらも6800円と消費税です。ポケ付き珍しいです。続いてこちらも、これリネンシルクのあれですね、融合リネンシルクのフュージョンで、こちらは L 表記、はい、こちらベージュいいんじゃないですかね。ベージュも可愛らしいと思います。はい、こんな感じでコンディションもかなりいいと思います。まあ、肩からかけちゃってもいいと思いますよ。こちら6800円と消費税です。続いてセットですね。こちら80年代頃のものでしょうかね。メイドイン USA アメリカ製のスウェットのデッドストックになります。おそらくこちら、あ、50-50ボディですね。50-50ボディのデッドストックです。まだシールついてますね。ミディアム表記でターコイズブルーのラグランスリーブ仕様ですね。ミディアム表記ではあるんですが、水が通ってないから L くらいありますね。実寸で僕でも全然着れるサイズ感です。ここら辺結構着やすいんですよね。すごい中もふかふかですしね。まあこれからの時期のために取っとくっていうのもいいと思います。こちらで6800円と消費税になります。続いてこちらはブラックですね。こちらはユーズのものになります。でこちらもおそらく80年代ですね。 XL 表記、こちらも50-50ボディです。黒のラグランスリーブ、ラグランのスレッドやっぱ着やすいですね。なんだかんだでここら辺の80年代のものいいと思いますよ。やっぱファッション、やっぱアメリカとかでもかなり女性のそのセンスいい方たちみんな履いてます、着てますしね。これに薄めの501とかかっこいいと思いますよ。ちょっと短めの丈で履いたりとかおすすめです。女性でも着れると思います。こちらで5800円と消費税です。続いてこちらはリーですね。リータグ、よくスケートものだったりとかバンドのスウェットとかでも使われるボディですね。リーのこちら L 表記になります。もちろんアメリカ製です。こちらもこちらも80年代から90年代頃のものですね。まだしっかり紐ついてるんでこんな感じです。僕だと気持ち、僕だと大きいですね。ただパーカーはなかなか出てこないと思います。クルーネックばっかですよね。ネイビーのフェードした感じがまたたまらないですね。7800円と消費税です。続いて殿下の方とリバースリーブいっちゃいます。はい、こ
ちら刺繍タグの L 表記ですね。これ何色って言ったらいいんでしょうかね。なかなか表現しづらい色ですね。あの色鉛筆12色の色鉛筆には入ってない色ですね。24色色鉛筆だったらもしかしたら入ってるかもしれないっていう色って言ったら多分正解だと思うんですけど、こんな感じちょっとだけありますね、はい、こんな感じです。はい、 L 表記、僕はリバース着るとき L 表記着てます。はい、こんな感じです。かなりいいですね、色味が。こちら目つきですね、クルーネック12,800円の消費税です。これレアカラーです。これなんとも表現しづらい色、やっぱりリバース高いですよね。はい、続いてこちらブラックボディになります。ブラックボディの切っちゃってますね、これ WXL 表記で、これでも結構着たらかっこいいんですよ。こうやって見たらちょっとイメージ湧かないかもしれないですけど、着て女性だけじゃなくてタンクトップだったりとか薄めの白の T シャツとか着てもかっこいいと思うんですよ。これはね、着用しないと分かりません、このかっこよさは。ちょっとこのフェードしてる感じもまたいいですしね、黒の焼けがあったりとかするんですけど、黒のフェードなかなかかっこいいですよ。ところどころピンホールだったりとかちょっと汚れあるんですけれども、もうこういうものだと思って着ていただけたらいいと思います。でもしかも黒ボディ出ないですしね、おすすめです。ちょっとぜひね、行ってみてほしいです、このざっくり系。はい、12,800円と消費税です。続いてこちらはピカチュウですね。色合いで言ったら L 表記、刺繍タグ L 表記の、これはまさにピカチュウです。ところどころですね、全体的に汚れだったりとかピンホールあるんですけれども、このピカチュウ結構珍しいです。あと首周りのところも若干擦れてはいるんですけれども、ピカチュウは珍しいです。はい、そういう感じでいっちゃいましょう。こんな感じですね、 L 表記。はい、こちらでお値段が12,800円と消費税です。続いてプリントもの紹介したいと思います。こちらは刺繍だけ XL 表記ですね。全体的に首元ちょっと擦れたりはしているんですけれども、他は特にこれといったダメージはなさそうですね。で、あ、すいません、ちょっとここがピンホールある程度ですね。で、ラバープリントの3段いいですね、グレートネイビーの配色いいと思います。 XL 僕だと大きいですが、こちらも10あるサイズなんじゃないでしょうか。お値段が7,800円と消費税です。次、スタンフォード大学いいですね、かなりいい大学だと思います。こちらも刺繍タグ L 表記で、エンジボディですね、バーガンディ、エンジではないな、ちょっとワインレッドみたいなような色の白でスタンフォードで、このひびが割れてる感じがまたね、すごい雰囲気あっていいと思いますよ。ちょっと若干ですが、こちらブリーチとビリオンのものありますが、そこまで気にならないんじゃないでしょうか。こちらもこんな感じで着ていただければ、まあ、デニムでも相性いいですしね、はい、こちらお値段12,800円と消費税です。次はパーカーです。この目なしのリバースウィーブ、僕も目なしのリバースウィーブ集めてるんですけれども、なかなか出ないです。 WXL ですね。で、ちょっとこのフード周りのこのボロボロの感じがまたかっこよくて、ここもちょっと切っちゃえば、なんか後付けっぽくてかっこよくないですか、このセルフ後付けみたいな。やっぱ後付けのリバース欲しいですけど、手出ないって方はここ切っちゃえばこれも後付けって言えるんで、セルフ後付けリバース、こんな感じですね。ダブル XL 大きいですが、目なしは本当に出ないです。僕は目なしあったら買うようにしてるんですけれども、やっぱり店頭ですぐ売れてしまうのでなかなか出会えないんですけれども、はい、今回ウェブストアにドロップしちゃいます。29,800円で消費税です。続いてヴィンテージリバースウィーブです。こちらは、まあ、俗に言われる単色タグというものですね。赤単色のミディアムで、分かりにくいと思うんですけれども、下にこれアンダーバーが入るタイプで、これ初期になりますね。裏面もあるタイプで、初期だとこれはコットンとポリエステルになりますね。そっからポリエステルじゃなくてアクリルに変わるんで、 90% コットンの 10% ポリエステル。探されてる方はこっちポリエステルの方を好む方多いですよね。で、やっぱりなんて言ってもシルエットが細くていいですよね。アームが細くてフードが小さいっていう。で、ちょっとこのフード周りの部分スレッドはあるんですけれども、これはこんくらいかっこいいと思います。3段プリントでところどころダメージありますが、この赤が全体的に退色しているので、このヴィンテージのライクの方、分かってくれる方いるんじゃないでしょうかね。この単色なかなか雰囲気いいんじゃないですか。こちらでお値段が
29,800円で消費税です。続いてコーチバッグですね。こちらオールドのコーチバッグになります。なんかこんな感じのコンディションですね。はい、こちらはユナイテッドステイツですね。メイドインニューヨーク、古いんですよね。これボニーキャッシンとか探しても面白いんじゃないですかね。古いやつです。このメイドインニューヨークのやつがその次に古いって言いますよね。オールドコーチバッグ、僕もあんまり詳しくないんですけれども、そのボニーキャッシンってやつはあったらいいなと思うんですけれども、なかなか出会ったことがないですね。コンディションこんな感じです。はい、全体的、まあ、オイルアメリカで結構入れてきているので、そこまで目立たないんじゃないですかね。まだまだ全然使えるコンディションです。お値段が7,800円で消費税です。続いてもうこれ僕めちゃくちゃ好きで、カーハートのダックベストになります。こちらはブラックですね。でアメリカ製のものになります。でサイズがですね、ちょっと分かりにくいんですけれども、おそらく 4XL だ、 4XL。 これはあえてこの大きさで買ったんですよね。WXL とかだとちょっと気持ち中途半端ですが、ここまで振り切って大きいとファッションっぽく取り入れてかっこよく着れると思うんですよね。僕は基本的に着るときはミディアムかラージで着てます。ただここまで大きいサイズ振り切って着るとまたこれもかっこいいと思います。でブラック、僕黒持ってるんですけど結構退色しやすいんですね。ただこれはまだまだ色がすごい黒で残っていていいと思います。でちょっとですね、ここだけダメージありますが、ここになんかピンとかつけてもかっこいいと思いますし、おすすめです。僕はダックベスト着るときはこのリブ取っちゃってます。リブ取るとまたスッキリしてかっこいいんですよね。これはい、こちらのダックベストお値段7,800円と消費税になります。続いてこちらセブンティスエリーですね。デニムジャケットになります。こちらの三角丈がつきますね。アメリカ製のセブンティスです。で4ポケットタイプですね。ちょっとラングラーを彷彿させるようなディテールですね。サイズで言ったらおそらく36くらいだと思われますね。僕だとやっぱり気持ち着丈が短いんですが、それこそ女性の方などおすすめですね。色もまだ残っていますし、さらっと着るとかっこいいと思います。まあ、女性の方だったらインド面のドレスとかの上に羽織ってもかっこいいんじゃないですか。これ7,800円で消費税です。続いてこちらミリタリーからフィッシュテールパーカーですね。 M65 フィッシュテールパーカーのラージ表記になります。ポプリンでまだ生地がパリパリしてますね。ちょっとですね、ところどころスレだったりとかピンホールはあるんですけれども、まあ、全然そこまで気にならないと思います。あとこっちですね、ちょっとここだけ、まあ何かここに貼ったりしても可愛いと思いますし、 2,3 年前までだったら XS だったりとかスモールしか人気なかったこのフィッシュテールパーカーなんですけれども、今のそのファッションシーンのあれでミディアム L でも全然いいですよね。この大きく着たいって方も多いと思いますし、女性の方とかでも全然ミディアムラージで探してるよって方多いんですよね。実はまあちょっとこれは知るだけになるんですけれども、ライナーお持ちの方だったりとか、ライナー別でここだとライナーだけでは売ってないので、もう探されて着用していただければ、すごいあったかいのでこれからの時期絶対使えると思います。こちらが 25,800円と消費税になります。続いてこちらはサルベージパーカーになりますね。こちらも軍物になります。サルベージパーカーでここの刺繍でサイズあるんですよね。1本だったらスモール、2本ミディアム、3本なのでこちらは L サイズですね。でしっかりこちらの紐が残っているのでなかなか面白いと思います。このサルベージパーカーもなかなかいいですよね。かぶりタイプで今っぽいです。非常にそれこそ本当に女性の方など着ていただけたら可愛いんじゃないですかね。このかぶりタイプいいと思います。ここねやっぱフードのボリュームがいいですよね。それこそ本当にハイエンドのブランドとかさんでも作っていると思うので、こんな感じでデザイナーっぽいですよね。こちらでお値段29,800円と消費税です。続いてパンツですね。まず最初はこちら OP ショーツになりますね。こちらスカイロイヤルブルーですかね。 OP ショーツで、水色の刺繍が入ります。でこちらもちろんアメリカ製で、でサイズ表記がこちら36になりますね。まあ36って言ってもそこまで大きくはないので、まあ詳しいサイズ表記はウェブストアの方に記載するので、そちらの方をチェックしてみてください。でこちら36、まあ僕だと全然大きいくらいですかね。まあはい、こちらアメリカ産 OP ショーツ6,800円と消費税になります。
続いてこちら60年代のマーミーツイルを使ったチノパンになりますね。でジッパーがこちらグリッパージッパーになります。でタグはこちらですね、3430表記アーミーツイルと書いてあります。でもちろん綿100です、この年代だと。でこちら実寸で32のレングスが29になりますね。3人に行くゴールデンサイズです。お探しの方も多いんじゃないですかね。まあ、股上がこちら深いので、あのレングスが29といっても、まあ、デニムとかリーバイスのデニムとかの31くらいに感じるかもしれませんね。まあ、腰で下ろして履いてもいいですし、ハイウエストで履くのもいいと思います。こちらでお値段が7800円と消費税です。続いてこちらがグリーンリーフですね。グリーンリーフのリップストップの BDU になりますね。ファティーグパンツになります。でこちら実寸で343になります。年代で1969年度会計のものになりますね。でこちらオリジナルのドローコードがまだしっかりついていて、裾上げされていないですね。ドローコードしっかりついていて、生地に張りもしっかりあって、コンディションかなりいいと思います。こちらのグリーンリーフでお値段が7800円と消費税です。続いてこちらがカーハートのダックペインターパンツになりますね。昨日ウェブストアに上がったベージュの方が売れてしまったので、ちょっとオリーブの方を追加してみたいと思います。こちら実寸で3432になりますね。でこちらメキシコ製のものになります。3432のメキシコ製ですね。でこちらがレザーの方のパッチになって、こちらダックペインターであるんですけれども、これ結構珍しいと思います。裏地がネルのタイプですね。10本に1本くらいの割合であるんですけれども、このネイルついたのは結構珍しいです。ディッキーズとかでも裏ネイルのものありますよね。そういったニュアンスで、まあちょっと今だと時期的に暑いと思うんですが、秋冬絶対使えると思うので、なんならこれペインターここら辺でカットでショーツカスタムしてもかっこいいんじゃないでしょうか。こちらでお値段が7800円と消費税ですね。続いてこちらはデッドストックのワークパンツになりますね。こちらのブランドフラッシャーもまだしっかりついていて、これのポリコンですね。ポリコン素材のもので、33ニック表記で、ジッパーが42タロンですね。おそらくまあ80年代頃のものですね。多分セブンティースから80年代にかけてのものです。でこちらはチャコールグレー、黒みが強いですね。でもパッと入れ見たら黒なんですけれども、まあ、ちょっとチャコールグレーって言った方がいいんじゃないですかね。デッドストックになります。33ニック。かなりゴールデンサイズなんじゃないですかね。まあ、ディッキーズと仕様はほぼ変わりません。ただここがフックじゃなくてトップボタンです。トップが掛けボタンになっておりますね。こんな感じです。33ニック、かなり需要あるところだと思います。まあ、ディッキーズじゃなくてっていうひとひねり効いたワークパンツいかがでしょうか。こちらが7800円と消費税になります。続いてリーバイスの519になりますね。こちらは実寸で3131になりますのベージュですね。一番使いやすい配色だと思います。で YKK10 ペンになります。ベージュいいですね。3131で実寸一番使えるんじゃないですかね。はい、こちらで、あーちょっと待ってください。あーこれかなり、これちょっとですが、このスカッてる部分がちょっとヒゲになっていて、かなりグラデーション効いてますね。こういったちょっとダメージではないんですけれども、このデニムでいうヒゲ部分がちょうどこの生地が薄くなっているんですけれどもこれかなりいいアクセント効くと思います。こういったパンツだときれいめなニットなど着てもいいと思うんで、はい、これはなかなか珍しいと思いますよ。いい表情ですね。6800円と消費税です。続いてこちらも519になります。こちらネイビーですね。1517のものだと思います。で実寸で3231になってます。若干こちらもネイビーが退色していて、フェードしたネイビーいいですよね。かなりおしゃれなんじゃないですかね。秋口など本当にカシミヤのタートルネックとかで着るとかなり大人っぽい印象でかっこいいと思います。こちら7800円と消費税ですね。続いてこちらが501ブラックになります。501ブラックのヒゲ落ちってなかなか出てこないので、これかなりおすすめです。サイズ表記がこちら38-30、実寸で3730になっています。このペンキ飛びとかもかなりいいと思いますね。ちょっとこのレングス裾部分がほつれてはいるんですけれども、これもまた逆にカットオフとかしちゃっていいんじゃないですかね。首だけくらいで37ニックくらいで履いてかっこいいデニムだと思います。こちらはかなり表情いいですね。501のブラックはなかなかひげ落ちないので、後染めの
方ですね、後期のタイプ、こちらでお値段9800円と消費税になります。続いてこちらスタプルですね、白のこちらフレアです、フレアですね、今流行りだと思います。白でこちら黒と金タブ、黒タブっていうのかな、黒タブでスタプレになります。で42タロンが使われていて、トップがシルバーボタン、シルバーの掛けボタンで、スタプレのこちらがタゲがつくタイプですね。こうやってスタプレのタゲ、実践でこちら3528でいいんじゃないですかね、サイズ感で言ったら。ちょっと腰で下ろして履くのもかっこいいと思いますし、白かなり綺麗めな印象です。お値段が7800円と消費税になります。続いてこちらは501のレギュラーになりますね。3534表記なのですが、実寸でこちら3331くらいになっております。この年代のひげ落ち、先日僕 YouTube で言ったんですけれども、なかなか表情いいものってないので、まあ、その絶対値段上がってくると思うんですよね、ここら辺の年代のこのひげ落ち。もうパッと見で見たら66のシングルとかとほんと変わりない表情なので、ここら辺集めてくると絶対値段上がってくると思うので、まあ、80年代90年代の501のひげ落ち探してみると面白いと思います。お値段こちらが12800円と消費税です。続いてこちらはヴィンテージですね、66のシングルになります。でパッチがしっかり残っていて、ニッパチ33表記ですね。でタブもしっかりついていて、もちろんシングルです。ニッパチ33表記ですが、実寸で2731、まさにちょっと女性の方ゴールデンサイズなんじゃないでしょうか。でレングスはもちろん丈上がってないか、オリジナルです。ボタン裏も6番で、しかもかなり色いいですよね。 まだ色も濃くて若干ですがちょっとヒゲ出ていて、このやっぱ66の縦落ち好きな方多いんじゃないでしょうかね。耳もしっかり開いていて、パッカリング綺麗に出ています。女性の方本当おすすめです。こちらでお値段が39,800円と消費税ですね。これメンズサイズだったら倍以上します。おすすめです。続いてこちらは501の WX の片面になりますね、はい、こちらが片面タブになります。片面タブでサイドステッチが短いタイプなので、まあおそらく52、3年頃のものって言われてますよね。52、3年の片面タブ、実寸でこちら3031です。僕でレングス気持ち長いですね。ただウエストは僕はバッチリです。色の表情かなり綺麗ですね。ヒゲも出ていて縦落ちもかなり綺麗です。でリペアが入ってはいるんですけれども、かなりいいリペアです。これリペア代だけでもかなりかかってると思います。2万円以上かかってますね。でレングスはしっかりこちらオリジナルのレングスですね。裾は上がってないです。おそらくまあ3333表記とかだったと思うんですけど、パッチがついていれば。あとこちらセンターループの横にもリペアはあるんですが、かなり雰囲気いいです。こちらの片面ですね、 50s、 お値段が198,000円と消費税になります。続いてこちらも片面の WX になりますね。こちらもしっかり片面でパッチは取れてはいますが、実寸で3231で、こちらもサイドステッチが短いので、さっきのものと同年代のものですね。まあ52、3年のものです。で片面のディテールで、ここのボタンフライのところ、白いあのプツ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 ってのがないのが片面って、あの YM ファクトリーの三浦さんに教えてもらいました。僕はこの片面はこのボタンのプツプツが入んないんだよっていうのを高校生の時に教えてもらったのを覚えております。こんな感じですね。3231なのでこんな感じです。僕だとやっぱ大きいですが、3231かなりゴールデンサイズなんじゃないでしょうか。これも色落ち抜群ですよね。やっぱ片面ならではの、ちょっと股のところリペアは入っていますが、あと全体的にところどころあります。ただ雰囲気バッチリですね。ここら辺のゴールデンサイズの片面なかなか入ってこないので、サイズある方おすすめです。こちら258,000円と消費税になります。続いてこちらドスペシャルな1本ですね、はい、こちらも片面になります。ただレザーパッチが残っているという、レザーパッチが残っていて、こちら片面ですね。片面でこちらはサイドステッチが長いタイプなので、おそらくまあ俗に47モデルと言われるやつですね。47モデルのレザーパッチ付きで、この色の濃さ超もう3拍子揃っちゃってます。雰囲気もいいですね。
裾の部分なんかほぼ真っ向に近いです。色も8割、7、8割でいったところでしょうか。こちら実寸で3532、まあ、かなりゴールデンサイズだと思います。まあ、ブーツ履かれたりとかスニーカーでロールアップするってなったら実寸で30くらいがいいなって方でも、ロールアップするってなると気持ち長めの32くらいあっても全然いいんじゃないでしょうか。こちらもですね、もうほぼ完品に近いです。リペア跡なども特になく、若干のステッチの抜け等はありますが、この色の濃さの片面、しかもレザーパッチ付き、なかなか出てこないと思いますね。かなりスペシャルな1本の入荷です。こちらでですね、お値段が100万円と消費税になりますね。110万円になります。はい、続いてウェブスペシャルの商品10点紹介したいと思います。こちら FFA ジャケットですね。で、こちらがタロンジップ、60年代頃のものですね。タグもしっかりついてます。サイズがこちら18、ボーイズサイズですね。 18? いや、そんな小さくはないですね。でも18ですが、全然多分36くらい、ミディアムくらいで全然着れると思います。こちらですね、ウィスコンシンの FF ジャケット、こちらが12,800円の 20% オフになります。続いてこちらヴィンテージスーツですね。ヴィンテージスーツのパーカーになります。こちらちょっとタグは欠損しているんですけれども、まあ60年代ですね、いわゆる60年代のラグランスリーブ、若干、あ、でも綿100ですねこれは。まあ、もしポリが入ったとしてもほんと数パーセント入ってるくらいだと思います。60年代のパーカー、ネイビーですね。退色して雰囲気がいいと思います。まあ、L くらい、 M から L くらいの大きさですね。こちら9,800円の 20% オフです。続いてこちらもヴィンテージスウェットになりますね。こちらもタグはついてないですが、フード分だけサーマル、裏サーマルですね。これ紐付きでかなりいいんじゃないですかね。で、こちらも身幅めちゃくちゃありますね。身幅こんな感じです。身幅超群抜です。まあ、濡れた状態で伸ばしていただければ着丈も伸びると思います。で、後ろにこちらウルフって入ってますね。かっこいいと思います。こちらが9,800円の 20% オフです。続いてこちらノートルダムのフットボールティーですね。セブンティースチャンピオン、バータグのセブンティースの L 表記、若干ここ焼けちゃってるんですかね。これ雰囲気いいんですけどね。両面です。こちらが9,800円の 20% オフです。続いてこちらはロストワールド、ジュラシックパークのやつですね。ロストワールド、あ、これはあれなんじゃないですか、アトラクションものではなくて、ユニバーサルのアトラクションものじゃなくて映画のプロモなんじゃないですかね。映画 T、 ムービー T で、こちらアルスタイルの XL 表記でしっかり このオフィシャルのタグがつくっていう、これめちゃくちゃいいじゃないですか。これ12,800円の 20% オフです。以上でした。ありがとうございます。